もう落ち込まない <music> こんにちはお金の増やし方大全を書いたアッキーです それでは今回は自己肯定感が高まるうつ感情の取説について解説していきますあなたは最近落ち込んだりイライラすることが増えましたかやる気も出ないしいつも疲れていませんかもしかしたら将来に対する漠然とした不安やうまくいかない人間関係を抱えて疲れや孤独や苛立ちを感じている可能性がありますこの本ののの本著者の中島さんはススストレス以上うつ病未満のマイナスか 感情を打つ感情と名付けました打つ感情は中島さんの造語ですそのためこれについての統計データがあるわけではないですただし講座などで毎月600人もの人たちのセラピーやカウンセリングをしています中島さんは肌感覚では打つ感情に苦しめられている人が増えていると感じています打つ感情はとても曖昧なものです本当はその気持ちに苛まれているためうまく言葉にできず我慢しているだけ の人もいます でも安心してください。この動画を見ているあなたは大丈夫です。なぜならそんな自分の状態に気づいて今の状態を受け入れた上で一歩を踏み出すことができます。大切なことは漠然とした感情にも意味があると知ることです。そして曖昧な不安やネガティブな感情を抱く自分を許して認めてあげることです。そうすれば自己肯定感が高まっていきます。この動画では自己肯定感が高まるうつ感情の取説を 9個解説していきますうまく心の回復を対処することができた人や自分の心の管理ができた人はぜひいいねやコメントをください1個目なぜうつ感情の人が増えているのか前はこんなに落ち込まなかったのに最近気分が下がる些細なことでイライラするそんな漠然としたうつ感情を感じる人が増えています 新型コロナウイルスのパンデミック以降うつ病、うつ状態の人が増えたのは主に3つの要因があります。一つ目感染症に対する不安ウイルスという見えないものに対する恐怖ですコロナ感染の原因の特定ができずに具体的な対策が難しいため不安ばかり膨らんでしまいます新型コロナウイルスは社会に大きな打撃を与えました。 だいぶ落ち着きましたが、マスクを外している人は少ないです。やはり心の奥底で不安な人は多いです。二つ目、環境の変化。旅重なる蔓延防止などの重点措置。 緊急事態宣言などの環境の変化です。経済的な打撃やワクチンが広まっても先の見えない将来の不安。社会に漂う閉鎖感でマイナス感情を引き起こしてしまいます。三つ目、ネガティブな情報。ネガティブなデータやニュースばかり報道されて不安になる人が多いです。打つ感情は若い世代や失業者、非正規雇用者が影響を受けています。 今後は中間層にまでその波が広がると言われていますそのため鬱つ感情を持つことが当たり前のような社会になっています2個目朝起きると憂鬱と思った時は憂鬱になるメリットとデメリットを比べる一旦根本に立ち戻り何が自分をこんなに憂鬱にさせるのか自分に話しかけることです ちょっととししした原因探しををしてください憂鬱な気分を客観視すすることですそれって本当に自分の人生にとって重要なのかこんなにエネルギーを使うようなことなのかこのように思い込むことが自分の人生にとってメリットがあるのか。 デメリットがあるのかをはっきりとさせることです。これだけでも気持ちが楽になります。自分と対話をして、それって何が原因なのか、こんな気分になるメリットはと振り返ってみることです。すると心の状態がどんどん良くなっていきます。ぜひ原因探しをしてみてください。3個目、夕方になるとネガティブなことばかり考えてしまうときは、明るくて人がいる場所へ出かけてみる。 気分が落ち込んだら、自分の気分が上がる趣味などをしてみることです。夕方は誰だって気持ちが揺れ動きやすい時間帯です。そんな時は、まあ、なんとかなるさということです。そして言いながら、掃除や皿洗いをしてみることです。 つまりネガティブな気持ちを交わせばいいです。人間の基本的な欲求の一つである愛と所属の欲求が満たされます。心が楽になります。夕方は誰でも落ち込みます。そんな時は気分が上がる趣味などをしてください。そうすればネガティブな気持ちをそらすことができます。 4個目、明日会社に行きたくないなと思った時は嫌という気持ちに点数をつけて冷静に眺めると心が楽になる。打つ感情を増やしているのは自分自身です。自分の気持ちを数値にして捕まえることです。そうすれば感情に振り回されないです。例えば会社に行きたくないはっきりした理由があるとします。そんな時はエモーショナルスケーリングという方法をお勧めします。 これは本当に嫌という気持ちについてどのくらいのレベルかを数値化して客観視する方法ですすると本当に嫌と思っていたことでもあの最悪な時を考えたら4点くらいかな 10点満点中6点だからなんとかカバーできると自分の感情に向き合える状態を作ることができますこの気持ちは何点くらいだろうと冷静に振り返ると意外と高くない場合も多いです打つ感情を増やしているのは自分自身ですぜひ自分の気持ちを数値にして捕まえるようにしてください 5個目あれもこれもやらなきゃと思った時は「ねばべき」を捨て去って自分の好きかもを最優先する自分のやりたいこと好きかもを優先すれば自由を謳歌できます。 人生は多少ハラハラドキドキするくらいの方が楽しいです不安から何かにしがみついてネバビキで生きるよりも自分で決めて責任を持った方が正しい方向の努力ができますネバビキの脱出方法がありますこの脱出方法を繰り返すだけで好きなことを具体的な行動に移すことができますやりたいことや好きなことを紙に書き出すいつまでにやり遂げるか日程を決める 紙に書くだけでなく1週間以内に実行に移すこれらを繰り返すだけで業績にとらわれてしまう心の状態が改善されます素敵な人生のために粘るべきという義務を捨て去ってください自分のやりたいこと好きかも優先すれば自由を謳歌できます6個目周りに合わせすぎて疲れる時はどうしたらいいのかパートナーとの関係や会社での人間関係が 嫌になる人はたくさんいます。ここは自分が黙っておけばいい。 ここはいい人にしておこうと周りに合わせすぎて物分かりのいい自分を演じてしまいますそのため自分の思いや感じている気持ちを勇気を出してそのまんま相手に伝えることが大事です人生はそもそも危険だったり傷つくことが多い場所ですだからこそ周りに合わせてフラフラしてはいけないです物分かりは意外と悪い方がいいです最後はうまくくいくと自自分分を信じて自分の 目的地に向かって誰の目も気にせず堂々と進んでみてください自分と同じ考え方の人は一人もいないです 人生にはいろいろな天候があります。うまくいかない時があることは当然のことです。そんな時は自分の思いや気持ちを羅針盤にして進んでみてください。7個目、全部自分でやらなきゃと思った時はもっと人に頼っていい。そうすることで人に幸せを与えられる人になれる。人に頼ってもいいんだと思えることが大切です。人に頼られて気分が悪くなる人はほとんどいないです。 みんな人の役に立ちたい、そう思っていて、人から頼ってもらえると嬉しいものです。 仕事やプライベートにおいて身近にいる人に助けを求めると案外解決策が見えてくることがたくさんあります。具体的には、プライベートで助けてと言える知人や専門家を紙に書き出す。仕事で助けてと言える先輩後輩専門家を紙に書き出す。人生で悩んだ時に参考にしたい生き方をした偉人を紙に書き出す。 これらを書き出してみることで見えていなかったことがたくさん見えてきます。人に頼ってもいいんだと思えることが大切です。人に頼ることで人に幸せを与えられる人になります。もっともっとお願い、助けてと言ってみてください。8個目、ダメな自分にうんざりしたときは自分を大切にする人生にシフトしてみる。 自分のいいところを大切にする生き方に少しずつシフトすることが大事ですアドラー心理学では自分の人生は自分で決めることができると考えますそのため比べるのであれば1年前の自分と比べてください去年よりも自分がどれだけ成長できたかそっちの方が大事です例えば1年前の自分と今の自分を比較してどんないい点が増えたのか 3つほど書き出してみることです自分のいいところを3つピックアップしてくださいそして自分を大切にしていくそんな生き方に少しずつシフトしていってください9個目嫌なあの人が頭から離れない時は自分のためにならない人間関係とは距離を置いて新しい出会いを探すムカつく人との関係にとらわれるよりもどんどん新しい人間関係を作っていくことです 良質な人間関係を作る方向に目を向けてください例えば自分の目的を紙に書き出してそこからチャンスを見つけましょうダイエットをするとしたらヨガのスタジオに通う英語を習得するなら英会話のサークルに入ることですネガティブな関係を断ち切るにはどんどん新しい場所で人間関係を作ることですムカつく人との関係にとらわれるよりもどんどん新しい人間関係を作ってくださいネガティブな 場所やネガティブな関係から距離を置いいててみてください生きていると落ち込んだりイライラすることがありますやる気も出ないいつも疲れている時もあると思います将来に対する不安があったりうまくいかない人間関係を抱えて人生に疲れを感じるときもありますそんな時は今日伝えたことをぜひやってみてくださいこれをやれば自己肯定感が上がってどんどん前向きに人生を歩めるようになります本日もご覧いただき ありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。